第2回目ということで、えー、今日はジジーリジンジャエールを作っていいいきたいと思いますそれであのまた割ってあの熱を加えて初めてちょっとこう体を温める成分がより効果的になるっていうことがあるので最初にもうあの皆さんに火をつけてもらいたいんですよ先にも煮込み始めていただきたいと思いますのでまずはあの動画を見ていただいてその手順をあの確認してもらいたいと思います。 で皆さんにもこの黒文字茶もうすでに煮出してもらっているかと思います。 お茶と生姜の下準備できました。そしたら、えっ、ー、と、今日ですね、あの、スパイスをまずは潰していただいて、で、お茶パックに入れてもらいます。そして、えー、その水が出た生姜の中にスパイスと、それから、えっ、ー、と、黒文字茶、コクに出してもらったものを 100cc。これは冷たくても熱くてもどっちでもいいです。そして、火をつけていただく。ここまでを、あの、先に、 あのやっていいいたただきたいと思いますでこれはあの煮詰めてって書いてるんですけど一回沸騰したらあとは弱火にしてまあここ中火程度って書いてますけど弱火にしてえと20分くらいですね15分から20分ぐらいあのそのままにしたいと思いますのではいえとまずスパイスあの入ってると思うんですけれどもスパイスをあのえと切ってというか割ってもらったりとかシナモンは割ったりとかして。 で、えっと、なんだっけ、クローブ。クローブ。あのお茶パックの上から潰してもらってもいいので、お茶パックの中に入れてから、グッと押してもらってもいいです。で。それをお茶パックに入れたら、生姜のお鍋に。 入れてとそれから黒もじ茶もその生姜のお鍋の方に 100cc 入れてください。入れてであの、量が少ないので火をつけるとすぐ沸騰すると思うので、沸騰したらあの弱火にしてですね、であの蓋があるんだったら蓋してもらったほうが、ん、蒸発するのが少し少なくて済むかなと思いますので、ちょっとコトコト煮てもらいたいんですよ、あ <laughs> の生姜の成分出すために。 でそこまで、えー、と弱火にできるできたらそしたら、えー、と席に戻ってもらえればと思います。はい、じゃあ黒もちりジンジャーエールですけれどもしょうがの効果なんですがまずあの温活って最近よく聞くと思うんですけれども。あの 温、まあ、活って体をあの温めて基礎体を上げて体調不良などを改善することで、えー、外からの力に頼らないで自分の力で体を温められるように生活改善していくということなんですけれどもあのその中であの体を動かすとかねそういう以外に食事を考えた時に真っ、まあ、先にまあ生がが思い浮かべる方が結構多いんじゃないかなと思います。 でちなみにその体温を上げるっていうんですけれども皆さん平熱って何度くらいですかねあの35度5度台ですっていう方はもう全然低くって、まあ、聞いたことをねあの皆さんよくご存知かと思うんですけれども理想的な体温って36.5度って言われていますでうんと 現代人はこれよりもまああの0.5度から1度ぐらいだから36.5度どころじゃなくてですね35.536.0 35とかねなんかそれぐらい行ったがあんと現代人の,あの基礎体温がすごく低くなってるというふうに言われてます。あの で35度台がずっと続くとやっぱりがん細胞もあの増えやすくなるというか、まあ、体の不調が起きやすくなるというふうに言われてて、まあ、私も実際その若い時35度台が平熱だったんですけど30代であのがんになってでその他にもあのいろんな病気しましてもうあちこち体切ってるんですけど <laughs> でであのまあ 40代になってですねなんか健康になってきたんですね <laughs> なぜか健康にというかあの、まあ、いろんなそのアロマを始めたりハーブのとか、まあ、そういう,こうちょっと生活をにあの気を配るようなあの風に生活改善してきたということもあるんでしょうけれどもあの気づいたら体温が当たり前に36.5度以上で下手すると36.5 あの7度とか8度とかって微熱ですねって言われたりするくらいあの体温高くなったんですよそしたら本当に体調がよくってですねなのでやっぱり基礎体温を上げるって大事だなっていうのは、まあ、実感していますで、うんと生姜はあの昔から、まあ、漢方薬の素材としてもすごい使われてきててで、えー、と漢方薬の生薬としてはこれ環境と消狂って読みますあの 生姜なんですけど、生姜生姜という字なんですけども、あのうん、と漢方薬としては、しょと読むんですね。で、かときょとっていう2種類あの、漢方薬にはあります。消薬としてあってで、えーと、7割以上のいろんなあの、うんと、皆さんいろんなの飲んでると思うんですけど、あのなんだえー、とケーシブク、両がだ、なんとかだかんねあの、皆さん大体番号で24番とか。 40番とか50番とかっていう感じで話しされると思うんですけれども、だいたいそのうんと漢方薬の7割以上のうんのその漢方薬の中にこのあの生姜ですね生姜の環境か焼姜どちらかが入っていると言われています。うんあれ <laughs> なんか声がはいって言われています。 っ、えー、と生姜には体を温めて冷えを取り除く作用とそれから体内の余分な水分を、えー、取り除いてくれる働きがありますので生姜の入ったものを飲めば体があの,の血行が良くなって新陳代謝も促してくれるということでまょ、あ、うをねあの、えー、となんか飲み物に入れてあっ あの体の中から温めてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。でまあ温活の最近流行ってる温活でもやっぱりこの生姜うが糖ですねあのおすすめしてたりっていうのもよくあの雑誌なんかでも見たりしますね。じゃあしょうがの成分なんですけれども体を温めてくれるその二大成分というものがあります。で ジンゲロールとショウガオールっていう2種類あるんですけれども、これは、まあ、あのキッチン蒸留の,、ね、あの生徒さんもたくさん参加されているので、もうこれはあのよく知ってますという方、たくさんいると思うんですけれども、えー、とどっちの成分もです、ね、体を温めてくれるんですけれども、実はちょっと大きな違いがあります。 でうん、とまずジンゲロールは生の生姜に多く含まれている成分で,で、えー、と強い殺菌作用を持っています。だからあのお刺身なんかにも生の生姜をすりおろして使ったりということがあると思うんですがその強い殺菌作用を持っていてで喉の痛みや咳に効果的ですとで、えーと。体を温めてくれるんですけれども、うん、とその、えー、作用としては末梢神経拡張して体の末端。 あの手先、指先、手先というかあの手先、足先か手先、足先の、えー、と血管を拡張してで体のまあ、末端を温めてくれる効果があってで発汗作用があのとてもあるものになります。で、じゃあ生姜オがルはじゃあ何なのかってなるとこちらはですねあの 食べてで胃腸を刺激して内臓を刺激して血流を促して体の奥から温める作用を持つ成分なのでなのでまあ体の深部からあの温めてくれるという意味ではあの持続性があるあの温め方であると思います。よく生姜でもウルトラ生姜って聞いたことありますかねあのえともう大体この冬の時期になるとその話がいつも出るんですけれども。あの ウルトラショウガってさっき生薬で言った環境、消去の環境の方なんです、ね。で、環境って乾かしてるって言うんじゃなくて、あれは蒸したショウガを乾かしているんですね。だから熱を加えたショウガをえ乾かしたものが環境なんですけれども、熱を加えることによってこのジンゲロールがショウガオールに変わるんですよ。なので、えっと、最初から。 あの生の生姜に含まれている2つの成分というわけではなくて熱を加えることによってジンゲロールが生姜オールにあの変化していってくれるということがあ,のあります。でそれが大体80度から100度なので、まあ、加熱することでえっと変わるということなんですがうんとそれも一瞬熱くすればいいということでも実はなくてですねあの、うんと 30分以上、やっぱりちょっと本当であれば、30分以上、ちょっと熱加えた方が、このジン,ジンゲロールがショウガオールに変わるパーセンテージがですね,、えーっとうん、とね、10倍に増えるというふうに言われてるんですね、さあの普通にあの入っているものよりも、から10倍に増えますよって言われていますから、できるだけ長くあの熱を加えてあの上げた方が、このショウガオールが増えます。 でえーとまあ、さっき、ね、い言いましたけどもあの、うん、とまとめると <laughs> あのジンゲロールは発汗作用で解熱、風邪予防に。ショウガオールは内臓から温めて冷えを取る。なのでショウガは生と加熱を使い分けするといいですよということなんですね。でちなみにショウガ、あの新ショウガの時期もあるじゃないですか、夏、初夏のあたりに。で、えー、と新ショウガとそれからあと なんだっけあの生姜、葉っぱがこうついたね、あ,のねあれ、寝、ね、正月な何正月何、えーうん、かありますね。とか、あとひね生姜とかあ,のあると思うんですけれどもあの、どれがいいんですかっていうのがあのよく聞かれるんですけど、やっぱりあのひね生姜、あの普通に普段、もう一年中手に入るあのひね生姜ががおすすめです。で あれは無収穫されてから長期間貯蔵されて出荷されているので繊維質がすごく多くなっているので成分が濃く出てくれるというのがあります。なので、えー、とひねしょうがががおすすめですということですね。で,で今回一緒に入れる黒ロ文字、き昨日もね、これ話しましたけれども、えっ、ー、とっとですね。 前回の,あのレッスンの時に黒、あの講座の時に、黒文字飴作ってもらって、あのこの黒文字飴ャーメ、ヨシュさんの黒文字飴を送ったと思うんですけれども、2種類ヨのメシュさんで出しているのがあって、えー、と生姜うが、はちっていうのと、それからあの黒糖、なんとか、アジっていう2種類あるんですよ。でうん、となので、この生姜と、生姜と、 黒文字ってすごいなんか体を温める2大成分を入れるっていうことですごくなんかあの効果的なんじゃないかなって私はこの雨を見た時に思ったんですけどで、えー、とそれでこれインフルエンザにいいっていう、ね、この雨がそのインフルエンザにあこの雨が嫁さんでえと発表したそのインフルエンザ 信州大学さんとか愛媛大学さんと一緒にあの出した研究内容のインフルエンザにいいよっていうあの話なんですけれども、うんとねえー、一応ちょっとここにはねあの書いてないですけども、うん、と愛媛大学さんの方で出したのは2019年の11月にあの出してますけれども風邪症状が低あの、えー、黒文字エキス配合雨の 接種により風邪症状が低減っていうことでそれがこの「黒文字雨アメ」だったんですよ。でこのね「黒文字エキス配合」っていうことでここに書いてるのを見るとですね「黒文字由来」「見えますか黒文字由来ポリフェノール」って書いてるんです。なので今回皆さんに「しっかり煮出してください」って言ったのはこのポリフェノール出したかったんですよ。うん あのしっかりにあの煮込むことであの植物の,あの細胞壁が壊されてや,やっぱりあの30分以上です、ね、熱加えることであの、えー、と植物の細胞,細胞壁壊されて中の,あのヒトケミカルがあの出てくるというかあの出やすくなるというふうに言われてますからだから色もだんだん濃くなってくるんですけどなのでこのポリフェノールを目的に今回煮出してもらいました。 ですから今回の、えー、とジンジャーエールもあのこの雨同様にですねインフルエンザの予防にあのとてもあの、えー、役立ってくれるんではないかなと思っています。じゃあですねあの復習というかあのさっき皆さんに火、えー、をつけてもらってましたのであの復習していきたいと思うんですけれども。 材料ですね、生姜が、今回は皆さんに準備してもらいました。1袋、大体いいスーパーで売ってるのは80グラムから100グラムぐらいの、まあ、幅がちょっとありますけれども、あの1袋の中にそれぐらい入ってますあの。大袋のやつはまだちょっと違うんですけどね。で、えー、とそれに対して、えーと、ちょっと飛ばしてですね、この100ミリリットルってこれ、水ってあの、こっちですね、黒もじ茶を煮出したもの,の100ミリリットルとこっちにこう来ちゃってますけれども。 あのうん、とお水が 100cc それで砂糖40って書いてますで昨日もねちらっとお話ししましたけれどもシロップ作る時って1対1か1対2材料に対してえっと1 2分の1のお砂糖か同量のお砂糖かどちらかになりますからなので生姜80に対してだったらあの同量の 80g かムか ある,あるいは50%、二分の一の 40g、どちらかになります。今回、ねあの、ちょっと量少なめにしたのは、実はあのうんとジンジャーエール作った後に取り出した生姜を使って、あの佃煮を作る方法を、ちょっとあの作り方を皆さんにお伝えしようかなと思ってたので、あんまり甘いとあのどうなのか <laughs> と思ってですね、ちょっと控えめに 40g にしたんですが。はい そして、えー、と材料、その他に、えー、とクエン酸、大、え、体、ー、いい小さじ二分の一って書いてますけど、実は二分の一でもちょっと多いんですよあの、ね。クエン酸ちょっと、ちょっとあのどうこすと、クエン酸の味しかしないんですよ。<laughs> どれも同じ味になって、コーディアルを作ったことがある人だったら分かると思うんですけど。 あのシソジュースだったらね、シソの香りがすごく強いからクエン酸ちょっとぐらい多くてもそんなに負けないと思いますが、ハーブのコーディアルとか作るときにクエン酸をちょっと多めにしてしまうと、もう本当にこうクエン酸の味しかしなくて、ハーブの匂いとかがあんまりしなくなっちゃうんですね。なので、ちょっとこうクエン酸は控えめに入れた方がおいしいです。まあ、あの保存の意味もあってクエン酸はあの入れたりするんですけど、 あのやっぱり多少入れた方があの、うん、と味に締まりは出るから絶対入れた方がいいんだけれども入れすぎない方がいいです。そして今回の,あのハーブはシナモンとクローブ入れましたけれどもあの今回ねあの量なんとなくあの 万人に <laughs> の口に合うように少なめにしましたが私ここちょっと実はもっと多く入れたい人なんですねだから好みでもうちょっと入れてもいいですしあとジンジャーエールちょっとピリッと最近辛いジンジャーエール飲んだことあります、うん、あのね唐辛子も入れたりするんですよ、うん、だから辛い辛いあのジンジャーエール好きな人はあの唐辛子もあの少し入れてあげるといいかと思います でえー、とで今回、その黒文字茶を煮出したものを使ったんですがぜあのお水で十分、まず普段作る時はね、お水でもあの問題ないです。そして、えー、と準備する道具というのは、まあ、小鍋があ,あればあの全部で、ここお茶パックにしちゃってますけれども、あのお茶パックなくても全部材料を普通に裸で入れちゃっても全然 OK です。 でえー、作り方ですけれども生姜の皮これはあの昨日皮むいた方がいいのかどうかっていう話しましたがあの皮を入れた方があの香りは良くなるんですねなので皮むあのどちらでもいいですあの自分の好きなようにあの皮もっとかあの皮全然気にならないわっていうんであれば皮はむかないであの OK なので 5mm くらいの薄切りにして小鍋に入れます。で うんと今回こうやって薄切りってやったんですけどあの半分くらいすった方がより本当は生姜の味出るんですよ。ただそのまあ、今回その、うん、と終わった後に使うっていうあの食べたり飲んだりするっていう食べたり食べたりするってことを考えてあの薄切りで使いやすいように薄切りにしましたけれどもあのすりおろすとかあとみじん切りでもあのいいです。で えー、まずは砂糖をまぶしてで数時間置くとあのびっくりするぐらい水が出てきます。なので、えー、その,あの出てきた水分をそのまんま使ってで、えーうん、そのまんまあの使っていきます。で、まあ、これ事前準備なのでそして今回は黒文字茶あのお水じゃなくあの黒文字茶を使うので、えー、濃いめに煮出しておきました。 さっっき言ったようにポリフェノールをたくさん出したかったので、えー、とちょっと,あの、うん、と煮出してくださいっていうふうに言いました。これハーブティーを入れるのとはちょっとね違う感じでグツグツとあの200ミリリットルが100ミリリットルになるくらいを煮詰めていただいてあの濃くしていただいたかと思います。で、えー、水分が十分に出た生姜の入った小鍋に煮出したクロモジ茶でスパイスを入れて火にかけます。 で沸騰後は弱火,弱火にして20分から30分煮ますで、えー。で煮終わったら今度一度火を止めてで生姜とスパイス中の,あの、えー、固形物は全部取り出します。そしてもう一回火にかけたらクエン酸をあの入れまして小さじ1 2分の1より多く皆さんに送ってますからそうですねティースプーンの先っぽでちょこっとあの取って入れるぐらいで十分です。 でそうしたらあのすぐ溶けると思いますので溶けたらすぐ火を止めてください。であとはそのまんまあの粗熱が取れたら容器に移すんですけどこのクエン酸入れるとです、ね、あの酸性に変わったと同時にあの綺麗なあのピンク色とか赤い色、まあ、お茶の,あの色もあるんですけれどもなんですけどあの赤がちょっと鮮やかになります。で赤いあのなのであのジンジャーエルにして飲む時に。 あのピンク色の飲み物に変わったりっていうふうになりますね。でさてじゃあ今ちょうど20分経ちました。<laughs> はい、で、えー、と皆さんじゃ火を止めていただいて <laughs> あの生姜糖にして食べていただいてもいいです。生姜糖あの、うん お砂糖でもうちょっとまぶしてですねあのやってもいいかと思います。あのお砂糖まぶしてかちょっとあの、えー、と乾燥してもらって,て,っていうてもいいかと思います、はい。じゃあちょっと冷める、うん、冷めるまで、冷めるまでというか、はい、次またちょっと画面共有で。結構辛い。うん、そうなの。あのね、辛くなるの。<laughs> だから、で、えっ、ー、とね、うん 一日の量も、うんとね、ウルトラ生がその環境にした場合の一日の量って、えっと、何,何グラムだっけかな本当に数枚だけなんですよ。だからたくさん食べると、ちょっと内臓に刺激がで<ー>きるっていうのもあるんですね。一日に何グラムっったかな <laughs> あいいですよ。3時間で食べますから。 じゃあですねあのちょっとおまけということでさっき取ったそ,それこそそのまま食べておいしいって言ってましたけどもあのそれそのまま佃煮にするのにですねこれもあっという間にできるので今あの冷めたあのジンジャーエールが冷めたら瓶に入れてもらいますよねそしたらその鍋にそのまんま生姜戻してでお酒小さじ1醤油小さじ2水小さじ2。 こ,のこれだけ入れてであと火にかけてで水分なくなったら出来上がりなんですよ。ですんごい美味しくってでそこれをまあ,あの刻んでだから最初から刻んだ生姜だともっともっとあの味染みてくれると思うんですけどあのこれをあの刻んであのいろんなお料理に入れたりとかお弁当にこれ1枚ペロッと入れてみたりとかっていう風にやったりし、うん 私は100ぐらいあっうんそれでまあ飲む時ですねあの好みで、まあ、小さじあの1から2とかまあ大さじ1ぐらい入れてもいいですけど、うん、でそれに炭酸水入れていただいてでよくかき混ぜてから飲んでもらうといいかと思います。 で、そのまま飲んでもいいですし、明日作るこれ、えー、とジンですね。ジンをちょっと加えて飲んでいただいてもいいかと思います。あ,のあったかいのでもいいですか冷たいジンジャー料飲みたくないときは、お湯とかでほっと。うん、お湯で、うん、いいと思います。ますあのそれこそ、しょうが、生姜う糖のように、はい、飲んでもらうといいと思います。はい、はい、そして、えー、とうんと取った生姜ですね。 あの作り終わった後の生姜をちょっとこれおまけとしてですね。これに、えー、とお酒が小さじ1でお醤油が小さじ2でお水も小さじ2です。 出しとか何にもいらないので、えー、これで。 水分なくなれば OK。ななうん、で、うん、と強火でやっちゃうとあの焦げ付きやすくなるのでなので、まあ、焦げつかないようにですねあの水分なくなるようにひたすらあのかき混ぜてであっという間にだからできます。バッて飲んでみましたあれです <laughs> 今回あの私あの白砂糖を皆さんに送ったんですけどその、えー、とクエンサーを入れた時にあのピンク色っていうか赤が鮮やかになるっていうのを見てもらいたくて白砂糖を送ったんですがあの普段私使うのはきび砂糖なんですよだけどきび砂糖でやると真っ黒くなっちゃうのでうなのであのちょっとテンション下がっちゃうかなと思ってあのね気を付けて <laughs> <laughs> うん、なので、私もあのお砂糖をちょっと毛嫌いしていて、うんうん、オリゴ糖しか煮物にも使わないんですけど、あうん、オリゴ糖でも構いませんか、はい、はい、大丈夫です。腸にもすごくいいと思います。はい、<laughs> あと、なんかあの質問ありますかね大丈夫ですか、ね、普段に欲しいです あ、つく、あ,あ、もう佃煮作る。<laughs> や<ば>い, <laughs> いや、でもね、すぐできるんですよ。だから、もし時間ある方はもう今その場で作っていただいても全然オッケーなんですけど。佃煮、何とか入れても、美味し,い<う>しちゃって、フリーズしちゃって、うん、ました。すみません。佃煮美味しかったです。なんかおにぎりとか。高いご飯に、何杯でも食べれそうな。あの、おにぎりに、私は、それ刻んで、ご飯にもう混ぜちゃって、おにぎりにするんですけど。うんうん、そうなんだ。はい、やってみます。 はい、やってみてください。で、はい、あの生とその生姜今作り終わったのを食べてもらってわかると思うんですけど、すっごい普通の生姜より辛くなってますよね。辛いです。そううんなのであの意外とですね。あのご飯に混ぜたりとかする時もあの少量混ぜてもらうだけでも十分味がいいあの生姜、うん、が主張してくれるので、うん、<laughs> いいかと思います。すいません、クレーンさんってどこで売ってるんでしたっけ？<laughs> あのね、えっ、ー、とスーパーのあのー、食食料品の食料品とかあの、えー、売り場的にはあのー、ケーキとか、うん、ケーキケーキのところにあるとお店もあるし、うんとなんだっけ漬物とかのあの麹とか売ってるところのにあるお店もある。あ、ド <laughs> ラッグストアにも売ってます。 あそうですね。はい。あのドラッグストラあのやつも食用、うん、食食用用で、うん。うん、と食品添加物扱いになるんですよ。これ。ロロあの、すごく、私すごく使うのでやってるんですよ。レモン汁でもいいんですかあいいです。レモン汁でも。で、<laughs> えーっとね、一応、その、 うんとクエン酸とそのレモン汁とかの酸度の,の,の比較っていうのがよくあるんですけど、うんとですね、レモン1個分の果汁があのクエン酸4グラムって言いますから、えー、と今送ったのが多分1グラムにもそうなんだけど舐めた時にその1グラムにも満たないって言うけどあのレモン1個絞ったものとそのクエン酸をじゃあ一グラムって を比較しててか例えば同じ飲み物を作るときにこう入れたときにあの印象は相当違うんだよねと私は思っててこれ比較でそサンドだけでグラム数決めるんじゃなくてやっぱりちょっと味見てみないと <laughs> っていうのがあります分かりました。レモン汁多めでも問題ない感じですよね。じゃレモン汁の場合はあのクエン酸みたく主張しないっていうかあの風味がね <laughs> いいのでレモン汁の方があの優しい、うん、あの仕上がりになると思います。うん、じゃあえっ、ー、と今日はじゃあ、えー、黒文字入りジンジャーエールあのご参加ありがとうございました。